地球防衛軍 4.1 の54話目です。今回は空の敵が多そうなので出撃します。ミサイルランチャー持ってきました。うまく敵に当たれば良いんですが、これですね。なのでこれ以外はこの武器で、まあこれはいつも通りのロケットランチャー。この辺りはねもう照準つけなくていいのは楽でいいですね。これ味方全部まだ回収してないんで、味方をよし仲間にして、他は味方はいないか。まあ、これ止まりながら撃っててももうなんとかなりそうですね。で味方のために回復アイテムを取ることは忘れずにと。ああ早くも味方がかなりダメージ受けて、回復アイテム完敗です。どこだ他、もう一個見つけた。どこだ、アイテムアイテム。見当たるか。ああいいね、回復アイテムがいい感じに出てきてくれてるんで。よし、こちら側のアイテムを回収いこう。問題なく倒せているかな、これは。まだ味方も減ってるような感じではないので、あとは向こう側行ったのを狙って回復アイテムを見つけて、赤いのが来たか。向こう側に武器が落ちてるんでちょっと拾ってきます。あ、まあ味方もそっかついてくるので、味方をこの橋の下に置くような感じで戦えば案外良いのかな。これはちょっと回復アイテム、そうだね、あの辺りに置くのが良さそうだ。あーっと、どこだ、アイテムアイテム。これで終わるんであれば、あれ倒さないといけないのかな、あの2層船。こちらエリア A6 上空にアースイーターが出現、アースイーターか。やっぱそっか、あれが倒さないといけなかった。バカだなー、ボケーっとやっ普通に敵を倒してしまった。でもあれ回避しないので、開いたり閉じたりしないので、まあ狙ってるだけで倒せるんじゃないかと思うけど、うわー耐久硬くなってるな。よし倒した。あーちょっと足を止めて殴り合ってたら耐久がやばいことになってるぞ。あー味方がちょっと倒されそうだな。あれはリスアイテムじゃなく、うわーかなり減ったというか、まあ体調いなくて、この三角マークがついてる人がいたと。あれ最初ほど回復アイテムが見当たらない。ちょっと厳しいな。どんどん倒されていってる。まあ自分がまだまだ、あまだまだと言っても今の一撃でダメージ結構受けた。ああ1人倒れた。高いの優先して狙おう。
赤いのを狙ってて、その間に敵が入ってくれば、別の敵が入ってくればそれを倒せば良いかなと。あー何これ、あー本当に、まあ武器の選択は悪くない、武器の選択は悪くないぞ。よし、じゃあ今回は前に出ずに引いていこう。で先ほど言ったこの辺りの橋の下で戦うと良いんじゃなかろうか。なのでこの辺りで、あった武器間違えた、あったまた武器間違えたか。まあいいや、こっちに切り替えて、もうここの後ろはこの橋と、で左側は家があると。この位置取りでもうちょっと下がろうか。この位置取りが良さそう。まあ今まで適当にやってただけだったので、こうするだけでも大きく変わるんじゃなかろうか。あと誘爆が怖いと言おうと思ったら、なんだよドリフか、これドリフを例に出す時点でちょっと古臭いみたいな気はしますが、まあそれぐらいベタな展開ですね。このゲームの中ではもう誘爆してダメージを受けるというのは。よし回復アイテム、これ大きいな、これが手に入ったのは。あれもう周りは、ああもう周り崩れてるじゃないか。ああでこれもうこれ以上下がれないのか。じゃあこんな感じで、ああいたたたた、ちょっと邪魔邪魔、見えないよ。敵寄ってくる数が減ってるな。なんだこれは。じゃあ一体一体地味に倒そう。んーこれ赤いの狙おうか。さて赤いのが、どれぐらいなんだろうな耐久。これ一発で今300ぐらいしか与えられない武器なので、まあ、それほど強くはないと。さてここら辺のアイテムを回収しながら、じゃあ赤いのは優先して倒すと。赤いの、全然倒してる気配がない。こっちか、もうここで一気に当てる、当たるかどうかは別問題。よいしょ、あー位置取りが悪くなってきたな。回復アイテムがあるので回復アイテムを、というかさっき敵が減ったと思ったらまた敵が増えてきた、この赤いのは本当厄介だな。以前はそっか味方のスナイパーがいたから簡単に倒せたのか、今回そういう味方がいないので。あでもまた敵の数が減ってきた。あこいつも1回で倒せないのか。あどこだどうだ、赤いのはまだいると。回復アイテムが2つほどあるのでこれを取ると味方が喜ぶ。どこ行ったどこ行った、
こいつは2発で倒せると。あと集中砲火してるんで、これだ、ここだ、あ、いやもうここだって倒しそうと思ったらもう倒れてた。さて、あとはどうすりゃいいか。まず近場全部倒そう、それからだ話は。あともう一体はこれか。じゃあどうすればいいんだろう。これ寄ってくるのか、寄ってくるんだったら倒そう。いやもうこれここでしょ、ここで母船を倒さないと、まあ多分続々とまた出てくる可能性あるので。赤いのが見えるな。敵は全部来るような感じなので、倒せたか、倒せたか、倒せたね。よし、あとは安全地帯を求めて移動。ああ味方がダメージ食らってるので回復アイテム、あバカやっちゃった。だから回転しちゃダメだと。よし、あれを取りに行こう。味方が倒される前に回復アイテム取ってあげたい。よし、ちょっと次はどこだ、回復アイテム。ああでも勝ちは見えたか、これ。まあこれで終わるんであれば。うわー集中砲火食らってるぞ。わあなんか集中砲火食らってる。まだ味方いるよね。まだ味方いるから、ここまで集中砲火食らうような状況ではないと思うが。あと赤いの倒す、赤いの回復アイテム。もうなんか回復アイテムと赤いの赤いのしか言ってないような。そんなので良いのか、これは。回復アイテム見つけたと。このゲームの解説というか実況はその2つ言っとけば実況として成り立ったのような。あ、なんとかなりそうだ。よし、あと1体。まだ奥に敵は、まだ奥にね敵はいるものの、敵はってなんだって感じだけど、敵はいるものの、まあなんとかなりそうだね。これはまだ倒せないか。クリアという方倒した。よし、さすがだ。あーこれ上、そっか、いつの間にか覆われてるので、これも戦わなきゃいけないのかな。まあその前にアイテムの回収を済ませましょう。まあ武器さえあればいいので、この武器と回復アイテムで味方のご機嫌を伺う。なんか撃ってきたな。もうちょっと回復した方がいいか。これは近場では照射攻撃はしてこないので大丈夫と。死ぬと分かっててなぜ戦うんだ。家族のためだ。よし、戦おう。危ない、回転レシーブはダメだって。まあでも問題なくいけてるか。
敵が寄ってこないんであればこの辺りの砲台も倒して安全を確保しましょう。あ、なんか至る所で砲台がうなってる。入隊してよかった。あれに当たったらダメだったら前の方はあまり出ない方がいいのかな。でも今自分がいるところはそういった砲台がないので安全ですけど、危ないな、もうやめてくれよ寄ってくるの。まあ大丈夫か、まあでもこれ近いのは倒しとこう。どうだ、倒せたね。ふう、まだロックオンはできない。大丈夫か大丈夫か。まあ攻撃食らう食らわないとはまた別問題で、結構プレッシャーが、音がずっとレーザーの音が鳴ってるのはちょっと怖いものがある。おっと、敵来る？まだか？よし、あれを倒した。この真上はないよねと。よし、ここで行きましょう。まあまあね、この敵の数はかなり少ないのでそんなにも心配する必要はなさそうだ。この辺り赤いの狙って撃ってれば。ああ、ここボーナスタイム、ボーナスタイム。うわ、全然当たってない。ボーナスタイムと言っておきながら、よっしゃ。ああ、いや、なんか結構ダメージ食らってるぞ。いや、ほんと大丈夫かこれ。こういう時のナメプレイが一番注意しないといけない。どこだ、回復アイテムは。見当たらんぞ。うわ、来た。はあ、なんてこと。ちょっとやめて、もうここまで慎重にプレイしたんだからクリアさせてくれよ。まあこれでまた増援出てきたとかだったらもう絶望的ですけど、どこだろうか。まだ倒せんか、まだか。うん、倒せてないか、いや倒せてないか。大事なことなので2度言いました。倒せたものと思いましたが、おっしょ、倒した。あとはもう、いやもう1体じゃないな、あと数体はいるな。あれはなんだ、まあ、普通の敵か。中級の敵。まあこの赤いのが上とすると、青いのが中で銀色のが下と。よし、あと回復アイテムも、そしてウェポンも。まあそろそろいい武器手に入れたいんだけれども、このあと何が手に入るかもね、もうわからないので、一通りもうハードで戦える武器が手に入ったかなとは思ってますが、さらに強い武器が手に入ればそれに越したことはないので。わあ、遠いな。まあ暇なのでこちら側を倒しながら。どこだどこだ。まだロックオンできない。そろそろ、そろそろのはずだが、まだか。うん、この距離感がなかなかね、やはり巨大な建造物とかだと思った以上に遠くにあったりすることあるので。弾丸を打ち尽くすまで死ぬな。おっしゃ、ようやく。どうだ、一人倒した。もう一体目。
あ、目の前に武器があると。よしよしよし、もうない、何もないよね。あ、まだもう一体いるか。もう一体というか倒せてなかったか。よかった。よくやったぞ。まあ、ここは慎重にやれということですね。さて、あ、ワイドショット、うん、あまり使わないような気がしますが、武器を選んでください。ワイドショット、ワイドショット、レンジャーは2つまで装備することができます。まあ、どこにあるのかもわからないぐらいの使わない感じの武器です。まあ、ショットガンですね。うん、まあ、あまり近くに寄って戦うこともないので、これは使わずということで、また次回このままで進めていこうかなと思います。ではまた次回ご覧いただけたら幸いです。